アリスティデス・マリア・ペレーラはカーボベルデの政治家。1975年から1991年まで同国の大統領を務めた。ペレーラはボアビスタ島に生まれた。1940年代の後半からカーボベルデ独立まで、ペレーラはギニアカーボベルデ独立アフリカ島に所属し、ストライキの組織などを行って反植民地運動に関与していた。 そのような活動の際、彼は、アルフレド・バングラという偽名を使用していた。カーボベルデが独立すると、ギニア・カーボベルデ独立アフリカ党の、カーボベルデ支部長となっていたペルエラは、カーボベルデ大統領に就任し、民主主義と社会主義を掲げ、一等制を敷いた。同じギニア・カーボベルデ独立アフリカ党のルイス・カブラル、大統領が支配するギニア・ビザウとは連合する。 考えを持っており、協力体制をとっていたが、1980年に、ギニアビサウで、ジョアン・ビエーラによるクーデターが起き、カブラル大統領が追放されると関係は冷却化し、1981年には、ペレーラは、ギニアカーボベルデ独立アフリカ党のカーボベルデ支部を、独立させ、カーボベルデ独立アフリカ党の党首となって、一党制を継続した。 その後カーボベルデ独立アフリカ党の支配に不満が高まると1990年2月に複数政党制の導入を決定し7月には党首をペドロ・ピレスへと譲り自らは大統領職のみを務めた1991年1月の大統領選挙にペレーラはカーボベルデ独立アフリカ党の候補として出馬したが大差で野党 民主運動の候補アントニオ・マスカレニアス・モンテーロに、敗れ、ゲアした。2011年9月22日、糖尿病の悪化などのため、ポルトガルで隠し、87歳ボーありがとうございます。